をキュウリに向かって、大失敗だっぺよこれ。こんにちは、こんばんは、赤髪の友です。今回は飾り寿司というものに挑戦してみたいと思います。先に出来上がった作品をお見せしたいと思います。ここら辺に、今写真が出てると思います。これを作りたいと思います。とっても綺麗な巻き寿司です。ではやっていきます。はい、今回使うのが、もちろん海苔と、きゅうりと、これとびっこを使って綺麗なお寿司を作ります。まずきゅうりをこれを切ります。で、6等分か。6等分します。はい、ではこれを6等分します。こう斜めに包丁を入れて、まあ2回目は1回目より2回目っていう感じで、6等分のきゅうりができまして、そしたら、ここにご飯をよそって、もうこれ酢飯です。さっき酢を混ぜた酢飯なんですが、とびっこをどれくらいかな、こんぐらいあえてオレンジ色のご飯にします。あ、綺麗。いやー、うまそう。はい、うまく綺麗にとびっこがバランスよく混ざったので、これで巻き寿司を握ります。はい、じゃあ海苔を並べたら、ご飯をはい、海苔を並べたらご飯を真ん中に敷きます。ちょっと足んなかった。はい、で、こう帯に、海苔の真ん中にこう帯になるように引いたら、さっきのきゅうりをここにビシッと置きます。そいだら、これを巻く。置いて、倒して、あれっていいのかな、ここで、こう雫型になるようにグッとやります。いいかな、うまくいってんのかわかんないけど。そいでこれを端っこを切ると、あ、うまくいってる。くさい。こんな感じの模様になります。で、これを6等分ちょっといびつだな。うまくはいかないけど こういう綺麗な模様のお寿司になります。完成。これが花巻っていう飾り寿司です。はい、じゃあもう一品、今度は桜でんぶを使った酢飯を作ります。これはピンク色のご飯になるので、さっきはオレンジ色のご飯だけど、こんなもんか。
はい、こんな感じでピンク色のご飯ができました。海苔を置いて、こうして、そしたら普通に細巻きを作る要領で、うわ、これはおぼろはご飯がパラパラになっちゃうんだな。初めておぼろで巻くんですが、はい、酢飯を巻いたら、巻くっていうか設置したら、海苔をここに、さっき切った海苔をここに貼ります。しずく型になるように、そしたらしずく型になったら包丁の背で、背の方でここにぐいっと丸っこい方に窪みを作ります。失敗した。いやおぼろ難しいよ。ああちょっと微妙だけど、こう真ん中に海苔が張って、でここをくぼませるっていうのが理想形でした。ちょっと失敗したけど、失敗してんよこれ。ちょっとくぼみがなくなっちゃったんですが、海苔が筋で入って桜の花びらを表現したかったんだけど、うまくいかず、まあよしとしましょう。はい、2品目、とびっこおぼろと、また今度は緑色の高菜の、みじん切りと炒りごまを混ぜます。で緑色のご飯にします。緑色には正確にはならないけど、うん、あーいい匂いだ。はい、こんな感じで野沢菜ご飯、野沢菜酢飯の出来上がり。これをまた巻きます。はい、では今度は海苔を4分の1を3つ用意して、3色のご飯を細巻きを作りたいと思います。言うこと聞かねえ。できた。3色の巻物ができました。これを、半分に切ります。全部でか、これ半分に切れるんだ、予想外だった。でこれを、面取りをして丸く切ります。
丸くなれば OK。 OK かな、はい、丸くなりました。これで OK。 そしたら最終仕上げ、すごいこれ手間かかってるけど、こうやって並べたら、野沢菜とびっこ、おぼろ、野沢菜とびっこ、おぼろで、卵を真ん中に乗せる。で、これを巻く。すげえ緊張すんな、これ。よ、よ、よ、よ。ぐ、ぐ、ぐ。パカ、くる。シュッシュ、あれ。くる。なってる気がする。どうでしょうか、なっていますでしょうか。おお、きれい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 。これを切ります。真ん中で切ったら卵焼きが真ん中で切れてるかな。いいか、どうだ。おお、どうでしょう。これが割り七様っていう、飾り寿司です。ちょっといびつになっちゃったけど、こんな感じ。はい、今回作った飾り寿司3種類どうでしょうか。美味しく味はとっても美味しいと思うんだけど、見栄えがもうちょっと勉強不足かなといったような感じで、この巻き寿司、飾り寿司シリーズは、シリーズ化して、また、次は違うこういう綺麗なお寿司を作りたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。メインで活動しているゲーム実況チャンネルはこちら。パソコンから見ている方は画面のボタンをクリック、スマートフォンから見ている方は説明文のリンクからお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。